出してでございます。おはようございます。刻んでいこうぜ。よしきでございます。本日の動画なんですけれども、前回ね MBC の白熱した試合を皆さんに見てもらったと思うんですけれども、身内の方も結構出られてて、そういう選手からいろいろコメントもらっていきたいなと思います。コメントの内容がね、トラックシーズンはそろそろ終わりに近づいてきていて、今シーズンどうでしたかという話を聞いていきたいなと。聞けるところまで聞いていきましょうか。早速やっていきましょう。暴れ回っちゃってください。出してでいこうぜ。お疲れ様でした。久々の登場です。今日負けてもうすがすがしい。疲れでもないすごいデッドヒートだったけども、ね、2分20ってどうなの。5人持ってラスト勝負に決しての20だった。悪くはない。あ、悪くはないんだ、うん、じゃあいいじゃないですか。ただ100万手に入ったわけでしょ。ただだいぶですけどそんなタムちゃんちょっと行く聞きたいんですけど、はい、今シーズン一番印象に残ってる陸上シーンを聞きたいなと。日本選手権優勝に尽きるから。イエス。本並選手なんと今年日本選手権 800m で優勝してます。ありがとうございます。この他のレースも強かったね。そうだ ね本当に今年はずっとトップ走ってくれてるね。福井のタモちゃんが懐かしいというか。確かに中学くんとめっちゃ仲いいじゃないですか。あ、まあそうですね。で、1個目そうです、1個目です。めちゃくちゃ成長してくれたということで、ね、本当おめでとうでも、これは本当に、まあ言いたかったよね。このチャンネルでも本当にタモにはかなりお世話になってるから。そうだね。3F 4月8日また一年やるのお待ちしております。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。あ、大丈夫ですか、撮れてます。あ、大丈夫です。今のお疲れ様です。もう撮れてる。あ、撮れてます。あ、君さんに聞いていただきます。ありがとう。皆さんで今日は大きい大会お疲れ様でした。言いたいかしね。嬉しかったね。その声をここで聞けるとすごいよね。はい。あんまり顔出すなって言われてんだけど私こんな出ちゃって。現役はもう引退されて、解説とかいろんな形で活躍されてると思うんですけど、はい、今シーズン増田明美さんが一番印象に残ってる陸上のシーンってありますか。陸上のシーンか。はい、うん、やっぱりさ、東京オリンピックあったじゃない。あ、これ、これですか。東京オリンピック。東京オリンピックの時の田中希実ちゃんの、あ、あれは素晴らしかったね。すごいですか、やっぱり。素晴らしかった。5000にしても、1000にしてもね。あの舞台で自己ベスト出したり、あの舞台で日本記録出したりするって、しびれちゃった。田中さんでもしびれるから。うん、応援してるから頑張って。ありがとうございます。TKD と申します。そうそう、戦後良かった。戦後戦後良かった。800だった。ん ?1 ミリマスト。でもチームメイトしたでしょ。はい、そうです。ランちゃんの名前は、武田って言います。はい、ありがとうございます。はい、今日ランチャーが走ったんだね。そうです。1ミリもしてないです。でも走ったらすごい、なんか瞬発力で短距離速そうだもんね。あ、短距離選手です。短距離ないもんね。今日長かったですね。そうだね、はい、じゃあ今度さ、横田君にさ、はい、短距離種目を作ってって言ったけど、武田君のため。あ、お願いします、ね、お願いします。横田君頑張ってね。ありがとうございます。どうもありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございました。クスさん、クスさんですね。あ、あ、クスと言います。よろしくお願いします。クスの強さこれのせいで実はあのリレー負けました。クス選手に来ていただいているんですけれども、トラックシーズン終わりまだ5000があるんですけど、基本中距離はもうこれで終わりですね、はい、5000どんぐらいで狙ってるんですか。自己ベスト13分48なんですけど、それは大幅に更新できるんじゃないかと。いけるんじゃないですかね。いけます。大丈夫です。お二人も大会盛り上げていただいて、いやー、すいません、マジでありがとうございました。いただいてありがとうございます。5000はまだありますけれども、ちょっと一区切りということで中距離の方は、はい、今年クス選手が一番印象に残ってる陸上のシーンを聞きたい。陸上のシーン、はい、僕は、はい、僕のちょっと親友の南スーダンの選手がいて、アブラハム君っていう子がオリンピック南スーダンで初めて代表つけて走ったんですけど、3分40秒ベストで自己ベスト走ったんですけど、この走りよりもここで一緒に走った僕らが主催した駒沢のミドルディスタンスチャレンジ、はい、で僕がペースメーカーしたアブラハム君の走りっていうのは僕の人生に大きく関わる走りだったかなと思って。彼の価値観に出会えたのは本当に今シーズン良かったかなと。なんかまあ陸上競技の価値ということで、まあ僕らは自分のためにだったり将来の子供たちのためにっていうところで一生懸命走ってはいるんですけど、まあ、彼はやっぱ国のためにだったりとか、なるほど、国の平和のためだったり未来のためにやっぱ使命を持った選手だったので、そういったところでやっぱスポーツの価値だったりオリンピックって大事なんだなっていうのを本当に、これつけてなかったわよ。これダメじゃん。なんで俺これつけて。次の選手は三塚くんです。1日2日三塚です。今日もね、あの 800m 横田さんと田中と戦ってね、悔しかった。現役は一応、はいはい、自分が楽しむランニングっていうことで、もう競技を極めるというよりは走ってる楽しさをみんなに伝えて、いろんな楽しみ方があると思うので、まあ今日走ってみて、うわ、やっぱ競技を極める楽しさをちょっともう一回、もう一回これで今熱がついたので、もう一回ちょっとずつ戻していきたいなと思いました。悔しかったです。熱が燃えそうな三塚くんだけど、
今年一番印象に残ってるシーンを紹介します。5月5日の本当引退レースというか、こっちで倒れちゃった後にもう最後のレースを持って出たレースが5月5日水戸招待なんですけど、それが本当に今でも印象に残ってて、応援してもらいながら走ったレースで最後3分55とか6とかだったんですけど、すごい楽しんでもらえて、そこの茨城の子たち、それがきっかけで楽しみ方をもっと伝えたいなっていうのがずっと残ってたので、そういう活動をしっかり始める、なるほどね、陸上界を外からも内からも盛り上げられる存在になりたいなと。なんかね、今白くないですか？じゃあちょっと変なこと言わなきゃ、うんこ次は横からコーチ来ております。いやお疲れ様でした。どっちも一緒だ、いつかずい男だね誰も傷つかない激アツなレースを繰り広げてくれた。詳しいレースはね、はい、タムジョーのチャンネルで皆さん見ていただきたいと思うんですけど、本当に横田さんの中でめちゃくちゃ今年あったと思うんですよ。コーチしてる中でもいろいろあったと思うんですけど、そんな横田さん陸上関係で一番残ってるシーンってありますか？いやもう選べないと思うんですよ。わかりますよ、そんな選手いろいろ働いてるし、でもやっぱオリンピックかな。オリンピックか、下手だけどね、この大会もいいけど、やっぱ勝負できなかった悔しい。ああなるほど、で、すげえ真面目な話なんです。ぜひ結構オリンピック結構僕も悔しくて、僕が悔しくてもしょうがないじゃん。選手の方が悔しいし、いろいろあったけど、やっぱ最近やっぱ悔しかった。こういう大会もちろんファンの人とか業の人、ボランティアの人ね、YouTuber の皆さんとみんなと作る大会ももちろんオリンピックも大事、結果と盛り上げて両翼でこれからも頑張りたい。いじれないんだ今日ね、負けて多分ちょっとテンション低いんだよ。クマの話していい？通過した時にマジ楽だ。僕まず500キロぐらいまでずっと先頭してるんです。男前だなって思って。ああ確かに。自分のリズムを走りたくて、あんま作る。でバックストレートで2人ちょっと仕掛けて。はいはいはい。であそこで反省としては行かせる。ああなるほど。なるほど。いや変に先頭をずっと引いてたばかりに完全勝利を綺麗に俺だろみたいな感じで、はいはいはい、ゴールするのが多分楽しいんですよ。サッカーですね、はい、J リーグで J1 の優勝決定戦がもちろん一番盛り上がると思うけど、はい、J2 だと盛り上がるし、陸上もじゃあ本当に選手権だけしか盛り上がらないんだから裾野って広がらない、間違いないです。1分51でもめっちゃ湧いてる。1分51の湧き方じゃない、確かに確かに史上一番湧いたと思うんです、うん、今回の一つの成功って言えることであると思う、うん、陸上の面白さがそこに詰まってたのかなって、うん、中距離の面白さでそれがこう作れたっていうところ、うん、いや本当に MDC 自体が横田さんが先頭に立って開催した試合なので、うん、ここまで人を集めて、そしてここまで協力してくれて、横田さんもすごいし、この試合もすごかったなと、はい、改めて感じました。一つここに残りなんて言えば、やっぱ福島で様式が2分切れました。先頭ペースメーカー終わって800のペースメーカーの前でも結構グタってて、娘で見てるあいつ筋肉切れた飲み食った今度は選手に来ていただいております。えずっとこの格好、はい、もうこれでみんな目に留まっていただけて物販できたんで、みんなに貢献できてよかった。なるほど、今日ずっと上でお疲れ様でした。お疲れ様でした。今ね、超トップアスリートということで、今シーズントラックを誇り、そうですね、もしかしたら記録会に出るかもかもぐらいの自己ベスト狙ってとかは。なるほど、練習の一環とかそういう感じで、ね、完全に終わってないと思うんですけど、津田選手今シーズン一番印象に残ってる陸上のシーン。そうですね、個人、はい、的には大山選手の、はい、年齢選手の優勝はーチームの仲間の かっこいいプラス悔しさもあった。なるほどね、印象が残ってます。悔しいのと嬉しいどっちが大きいですか今回。ぶっちゃけぶっちゃけ僅差で悔しさが勝ってたかもしれない。いや、それでこそ、うん、そうだね、先行だったらもう全部悔しいで終わってた。800だから応援してた部分もある。なるほどなるほど。写真でも伝わるんだけど、うん、やっぱり動画を通して話してくれると、うん、より達也君のその人の良さが出てるみたいな。達也君ってどういう人なんだろうみたいな感じでみんなこう、うん、SNS とか見て感じてると思うんだけど、はい、これってより伝わるよね。そうだね、めっちゃいい子です。しかも今日なんかお茶目にね、お茶目だね、コスプレして行く。これで帰るってことだよ。いや、さすがにお疲れ様でした。ありがとうございます。ランちゃんお疲れ様でした。最初に言いますと、今日ランちゃんと同じチームでした、はい、そうです。応援団長です。あ、応援団長です。ありがとうございます。リーダー応援、あ、そうですね、はい、リーダー緑です。はい最後にリレーもかけていただきます。リレー勝ったんだけど、結局あれどうだったの、ね、ちょっともう、まあ盛り上がったということで、盛り上がった、かなり盛り上がった。なんちゃ今シーズン終了です。これから、あ、そうですね、トラックは、はい、ここから行きます。なるほど、ランちゃんに聞きたいことがあるんですけど、今年いろんなことがあったと思うんですよ、この陸上やってる中で。その中で一番ランちゃんが印象に残ってる陸上のシーンを聞きたくて。
陸上のシーン、まさに今日で Today! 今日最後のリレー含めて、本当にいろんな方々とトラックで一緒に走れたっていうのが、陸上今までの大会の中でなかったんじゃないかな。年代問わず、いろんな方々と一緒に走れたっていうのが、私の中で本当に応援をいっぱいたくさんの方々が来てくださって、あのシーンが一番思い出に残りました。いやー、まあそういう方面もありますけども、1個だけ聞きたいんですけど、やっぱあのオリンピックで自己ベスト、素晴らしい走りだったんですけど、そうですね、一言いただいてよろしいですか、せっかくなんで。そうですね、はい、疲れたよね。いやいやいや、やっぱり表彰慣れしてるから、ここにやっぱ慣れてる。観客ではあったんですけれども、ボランティアの方々がすごく最後の最後まで頑張ってねとか応援をしてくださって、やはり自国開催っていうところが本当に力になって、たくさんの方々が応援してくださったので、それが一番力に自己ベストにつながったなっていうふうに。素敵、皆さんのおかげだなっていうふうに。ね、みんなね、やっぱ大会がいいからさ、間違いないね。みんなから出る言葉もさ、いい言葉がたくさん出るよね。間違いないです、うん、トラップ中心、横田さん中心でこういう大会今回開かれましたけど、うん、またぜひこんな素晴らしい大会期待します。ありがとうございます。ぜひまたお願いします。呼んでください、はい、ランちゃんでした。ありがとうございます。いや、そんなわけない。タムジョーと、まあ、いつもラビランでで一緒にやってるけど、今日のタムジョーは別人に見える。ガチ勢でした、ガチ勢だった。ずっと緊張してたんですよ、トラック最後にしてたんで。あ、なるほどね。いい形で終わりたいなと思って、うん、行けてよかったです。いや、素晴らしい、素晴らしい動画です。タムジョーの YouTube チャンネルで見てください、はい、今年もタムジョートラックレースがいろんなレース出てきたと思うんだけど、陸上を真面目にした中で、はい、今年一番印象に残ってるシーン、陸上のシーンを教えてもらいたい。うわー、めっちゃあるんですよね。戦後もいろいろ目指したし、今回の800も横田さんとガチで戦ってるし。つまんないかもしれないですけど、うん、今日じゃダメですか。いやまあ、そうだね。いや、今日めっちゃ良かったんですよ、うん、本当。3戦目っていうなんかドラマみたいなのもあって、うんうん、どっちが勝つかみたいな盛り上げとかもありつつ、守り位とかもあってからの、うん、勝てたんで、回答としてはつまんないかもしれないですけど、今日マジでもう、しかもずっと無観客だったじゃないですか、うん、今日観客ありで、その応援来てくださったんですよ、いろんな方が、うん、それも嬉しかったんですよ。レースを見せたかったんですよ、僕は。それも含めて今日本当一番って言いたいですね。あー、YouTuber同士ね、はい、やっちゃいますよ。おどおどすんな、お前ら。やだ、俺らこんなつまんなかったよ。お疲れ様でした。またコラボよろしくお願いします。次回もよろしく。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。